皆さんこんにちは、一品館の清原です。今回のですね、一品館のオーディオガイドですね、このマーク・レビンソンのですね5805、それとこのマッキントッシュのですね MA352、 こちらの2つのプリメインアンプをですね、こちらにあります B&W の 802D3、 そしてこの白いスピーカーですね、フォーカルのソプラナンバー2、この2つのスピーカー、この2つのアンプをそれぞれつなぎ替えて聴き比べていこうと思います。まずですね、最初にセッティングの紹介をしておこうと思います。電源ケーブル、これは同じものを使います。 AET のですね SIN というモデルですね、結構高級な電源ケーブル。そしてスピーカー出力ですね、これも簡単に切り替えたいので片側がバナナになって、こちらにスピコンというものをつけてます。で、まあ、このスピコンでですね、反対側のスピーカーもこのスピコンというのがついてますので、カチャッと差し込むことによってつなぎ替えると、まあ、一般的なスピーカーセレクターよりはずっと高音質ですし、100アンペアまで電力も入ります。まあ、ノイトリックのスピコンというプラグがついています。で、このまあバナナプラグで後ろのスピーカーターミナルを差し替えようと。で、入力の方なんですけど、ちょっと長めにですね、このバランスケーブルを引いてきてます。TAD の D1000 マーク2のバランス出力、これをですね、引っ張ってきて、まあ、このスピーカーケーブルもですね、この RCA ケーブルも、聞き替えるときにはつなぎ替えようということで、電源ケーブルは同じなので、全くイコールなコンディションで、この2つのアンプ、2つのスピーカーで聴き比べができると思います。それでは、まずこの接続をですね行ってから、さらに詳しく紹介していこうと思います。はい、お待たせしました。機材のね用意ができましたので、今日聴いていく機材の方から紹介していこうと思います。まずアンプ、プリメインアンプですね、マーク・レビンソンの5805、85万円のプリメインアンプになります。DA コンバーターを内蔵しておりますけれども、今日はバランス入力で聞いていこうと思います。最大出力が 125W8Ohm です。重量はですね 28.1kg というアンプになります。こちらですね、マーク、これはですねマッキントッシュの352ですね、90万円のプリメインアンプ。こちらはDA コンバーターを内蔵していない、まあ、フルアナログのアンプになります。ここに真空管が見えますけれども、プリブが真空管、パワーブがトランジスタというハイブリッド構成になったアンプですね。出力は8オームで 200W と、まあ、5805の 125W に比べるとパワーがかなり多いということで、重量は約30キロのアンプですね。価格90万円です。スピーカーですね、今日は2つのスピーカーを聞いていこうと思います。まず1つ目、こちらですね、白いのフォーカルのですねソプラナンバー2というスピーカーです。メーカー小売価格がですね、メーカー標準小売価格がペアで156万円ということです。ただ発売当時はですねもう少し高くて、で実際これはですね、B&W の 802D2 ですね、D2192 万だったんですけど、まあ、B&W の 802D2 相当ということで設計されているスピーカーなので、まあ、156万という値段ですけれども、まあ、実際にペア200万クラスのスピーカーと同等のものであるというふうに考えていただければいいと思います。3WAY のですね、バスレフ型、ウーハーが2つ、スコーカーが1つ、ツイーターが1つ、ツイーターはベリリウムを使っています。中域がですね 165mm、 ツイーターが 25mm、 ウーハーが 180mm のものが2つついています。能率は 91dB、 入力インピーダンスは 8Ohm、 再生周波数帯域が 34Hz から 40kHz、 1台が 55kg というスピーカーになります。そしてもう1台、B&W802 の D3 の方ですね、 D3 になって B&W 随分高くなりまして、これはローズウッド仕上げですのでペアで340万、ピアノブラック仕上げが360万、最近発売されたプレステージエディションというものになると380万と、まあ、フォーカルのこの白いスピーカーに比べると2倍以上高いスピーカーになりますね。こちらも 3WAY ですね、ユニットは上から 25mm ダイヤモンドの振動板、そして 150mm のミッドレンジ、200mm の
ウーハーが2つということで、能率は91デシベルということで、このフォーカルと同じなので、今回アンプの音量はですね、調整せずに済みそうですね。そして再生周波数帯域は 17Hz から 28kHz というふうになっています。重量はですね、1本が約 95kg と、まあ、55キロのこれに比べて40キロぐらい、まあ、価格が2倍ぐらいする分、2倍以上する分、重さも2倍くらいあるというスピーカーになります。次、聴いていく楽曲ですね。聴いていく楽曲、今日はですね、7曲聴いていこうと思います。1曲目はですね、リザ・フェルシュトマンさんが演奏するバッハ・パルティータナンバー3のジーグというところを聴いていこうと思います。1分45秒ほど、割と短い曲ですね。2曲目は、パトリック・ガロアさんがフルートを吹く、ドビッシーの月の光ですね。こちらは3分52秒。この2つがクラシックになります。3曲目はですね、タイタニックのサウンドトラックの1曲目ですね、ネーバー・アン・アブソリューションという曲、3分3秒。これはですね、非常に低い音から高い音まで入っていますので、おのおののスピーカー、おのおののアンプのですね、低音再現能力、まあ、こういったところがチェックできるかと思います。最初のまあクラシックの2曲はですね、非常に繊細な音、そして広がりが豊かな曲ですから、このスピーカーの広がり感、まあスピーカーはね、ちょっと大きい位置が違うので、広がり感はイコールではちょっと比較できないですけど、まあ、定位の正確さですね、前後左右への、まあ、上下もありますけど、音像のスケールの確かさ、横が狭くないか奥が深くないかということですね。その点に関してはきちっとセットアップしてありますので、まあ、これがですね、おのおの2台のアンプの組み合わせによって音の広がりや、繊細な音の再現性がどのように変わるか、これが 1,2 曲目ですね。3曲目先ほど説明しました。4曲目はですね、レベッカ・ビジョンさんが歌うスパニッシュ・ハーレムですね。これはですね、ベストオーディオファイルボイシーズ4というもののハイレゾファイル 192kHz 24bit、非常に音がいい曲ですね。ボーカルと、まあ、ウッドベース、まあ、単純な楽器構成なので、それぞれのアンプとそれぞれのスピーカーのですね、個性が、よく聞き取れるんじゃないかなと思います。3分38秒5曲目はですね、マイケル・ジャクソンさんの A Place With No Name という曲ですね。この4曲目、先ほど紹介した4曲目だけがハイレゾで、あとは全部 CD からリッピングした 44.1kHz 16bit のデータになりますけど、まあ、これはですね、YouTube でも流れてます、無料でね。 A Place With No Name というマイケルさんの曲、まあ、非常に軽快な曲なので、そういうリズミカルな曲をかけた時に2つのアンプ、2つのスピーカーがどのような感じになるかと、まあ、コンプっていう非常に帯域も圧縮されてて、ずっと大きい音が入りますから、大きい音がずっと続く中での音量差、ダイナミックレンジ、これがきちんと取れないと、圧縮された曲では非常に単調に聞こえてしまいますので、大音量の中でもきちっとした音量差っていうもの、あるいは楽器の音色の違いというものが再現できるかどうかというのを、この2つのスピーカー、2つのアンプの組み合わせで聞いていただければと思います。5分35秒。6曲目、これはね、アシッドレイン、日本名酸性雨というね、ヘビメタです。あんまりこういう曲は書けないんですけども、まあ、一応ですね、ロックを聴いてみたらどうかなるかということで、この曲を選んでみました。1999年に発売されたアルバムで、リキッドテンションエクスペリメント2というアルバム の1曲目ですね、アシッドレイン、6分36秒。最後はですね、これはもうほとんどの人がよく知ってるという、女性が大好きな曲で、尾崎豊さんの I Love You ですね、まあ、カラオケで歌う方も多いんじゃないかなと思いますけど、4分18秒。まあ、こういう平均的な J-POP をですね、こういう高価なアンプと高価なスピーカーの組み合わせで聞いたら、どのように聞こえるかというのをチェックしていこうと思います。次、ソースですね。ソースはですね、ちょっとこちらの方に隠れてますけれども、TAD の D1000 Mark II を使います。で、組み合わせているのはいつもと同じように AirBo の Music PC ですね、 MBN、 今日は N54 Limited というモデルを使います。で、この N54 Limited を使って CD の 44.1kHz 16bit はですね、 SACD の約2倍ですね、
DSD のですね、128ですね、5.6MHz までアップコンバートして入れていきます。でレベッカビジョンさんの 192kHz24bit はやはり128倍の DSD6.1 何メガなんですけど、128倍の DSD 信号すべて DSD にアップコンバートして USB 入力で再生していきますということですね。今はですね、この D 線 Mark II からですね、このバランスケーブル、まあ、ちょっと遠いんですけど、まあ、今日はね臨場感を上げるためにちょっとこの前にアンプを持ってきたかったので、この長いケーブルをわざわざ使ってつないでますけれども、長く弾き回すために今日はバランスケーブルを使っています。で、今このマーク・レビンソンが D 線 Mark II とバランスでつながっています。でこのいつも使っているエアボーンのミュージック PC なんですけど、なぜこれを使うかということなんですけど、まあ、理由はですね主に2つです。曲の掛け替えが便利であると、まあ、CD であればいちいちこうケースから出して入れ替えて読み込む時間を待ってやらないといけないし、厳密に言えば CD がクランプされた時の状態でもうほんのわずかですけど音が変わる可能性があるということですね。これに比べて USB 入力の場合は、ファイルなのですぐに次の曲を選曲して再生することができるということと、再現性がイコールだと、例えば10回再生しても10回同じ音が出るということで、この2つの理由、音がいいということ、そうですね、 今のはあれですね、選曲が便利だと、音が安定しているという理由ですね。そして、最大の理由はですね、このディスクを聞くよりも音がいいんですね。でそれをですね一応一番最初に確認していただこうということで、最初に聞くリザ・フェルシュトマンさんのバッハですね、ジーグ、こちらになるんですけれども、まあ、これはハイブリッドです。なのでこれの SACD 層を D 線 Mark II で再生して聞いていこうと思います。そしてその後にこのディスクから取り込んだ CD レイヤーのね 44.1kHz 16bit の音をですね AirPods の Music PC で DSD5.6 にアップサンプリングして D 線に入れて、同じアンプ同じスピーカーで聞いていこうと思います。そして次はこの最後に聞くこの I Love You ですね、尾崎豊さんの。これはですねまず最初に CD を D 線 Mark II で再生して、次にこの CD からリッピングした 44.1kHz 16bit のデータを DSD5.6MHz にエアボーの MBN-N54 リミテッドアップサンプリングして D 線に USB で入れた時の音ということで、 SACD と CD のアップサンプリングの音、 CD と CD のアップサンプリングの音、この比較をですねまず最初にやってしまおうと思います。ではまずですね CD を聞いてみましょう。では入力をですね USB に切り替えて、同じアンプマーク・レビンソンの5805と、
同じスピーカー、このフォーカルのソプラナンバー2ですね、こちらで同じ曲を聴いていこうと思います。SACD と CD からリッピングしたデータの DSD アップコンバートを聞き比べてみましたけど、いかがでした？僕聞いていて、ほぼほぼ大差ないかなっていう、アップコンバートしたものの方がいいところもあったし、 SACD の方がいいところもあったかなと。 SACD の方が若干こう音が滑らかで優しいような感じで、アップコンバートしたものの方がよりこうざっくりとしているので、切れ込みが鮮やかで、こうバイオリンらしい、このバッハ のパルティータらしいイメージは、CD のデータをですねアップコンバートした方がそれらしいなり方したんじゃないかということで、好印象でしたね。ではCD と CD のアップコンバート、尾崎豊さんの I Love You で聞き比べてみようと思います。それではまず最初に CD から聞いていきましょう。まずね、CD を聴いてみましたけど、さすがにですね、最近やはりいい音を聞き慣れてる関係か、 CD だとやっぱりちょっと音が荒いなって、ちょっとこう情報が少ないというか、音と音の間がちょっとスカスカになってる感じがしますね。点と点はあるんですけど、その点と点を結ぶ間の音がちょっとこう足りないかなということで、密度が薄いなという感じしました。音楽の表情としてはよく出てるんですけど、あとは音量が大きくなってきて低音が入ってきた時に、低音がちょっとぼやっとしているのと、低音と声の分離感、このあたりも、もう少しきれいに声が抜けてくればなと、ボーカルが抜けてくればなという感じがしました。では、Airborne Music PC N54 Limited を使って、同じデータですけれどもね、 CD から取ったデータをDSD の 5.6MHz までアップサンプリングして USB で D 線に入れてみると、どういう音になるか聞いてみようと思います。CD とねアップコンバートを聞き比べてみましたけど、これはもうアップコンバートが圧倒的に音が細かくて、特にエコーですよね、エコーがこう漂っていく中にもきちっと音が詰まっているという、 CD だとなんかふーってこう音が小さくなって消えてしまうだけのところでも、アップコンバートするとそこもきちっとこう細かい響きが重なって消えていくっていうところもよく分かりましたし、声の肉声感と、ニュアンスの出方も全然違いましたし、伴奏が大きい音で入ってきた時のボーカルの抜け感ですね、ここも随分改善されたなと思います。という普段ね、最近私も全てこういうアップコンバートした音で CD の取り込んだものを聞いたり、あとはタイダルから配信されてくるものを聞いているので、久しぶりにこうディスクを聞くとですね、やはりもうディスクから今のデジタルっていうのは一歩こう前進、二歩前進して音が良くなってるんだなということを実感することができました。
これでですね、一応機材と音源の紹介が終わったので聞き比べていこうと思います。聞き比べなんですけど、まず5805でソプラ白いスピーカーを聞きます。そしてスピーカーはそのままでアンプを MA352 に聞き換えます。そして次にですね、アンプをですね、もう一度5805に戻して802を聞きます、 D3。そして最後にですね、アンプを MA352 に変えて802を聞きます。1曲について4つのパターンで音を聞いていきます。これを7曲やりますから28パターンになります。時間的にもかなり長時間になるので、曲を全曲聞く必要がないなと思ったら編集でちょっと短くしたり、あるいはこの聞き比べをですね、一つの番組にせずに複数の番組に分けたりしようと思いますから、編集によってよりこうそれぞれの、ね、特徴を分かりやすくしようというふうに考えております。では最初1曲目、リザ・フェルシュトマンさんのバッハ・パルティータナンバー3のジーグですね。こちらマーク・レビンソンソプラの組み合わせで聞いていこうと思います。それではね、アンプをスピーカーそのままで、アンプこちらのマッキントッシュ MA352 の方に変えてみようと思います。バイオリンの曲、そしてスピーカー、フォーカルのソプラナンバー2で2つのアンプを聴き比べてみましたけれども、マーク・レビンソン最初聴いて、全然過不足なく、やっぱり
いい音でなるんだなと、このまあペアで160万ぐらいのスピーカーに組み合わせても問題なくいい音でなってくれるなと思っていたんですけれども、なんとこのマッキントッシュの方がですね、どちらかというとこうトロ臭い音が出るようなねイメージですよね。真空管とのハイブリッドなの でマッキントッシュというイメージからしても、でも全然そうじゃなくて、すごくすっきりとしてね、しかも色が鮮やかですよね。これは前 の、マジコの A1 で聴き比べた時もそう思いましたけど、ごめんなさい、マジコの A1 では聴き比べてないか、他 の隣の部屋で聴き比べた時もそう思いましたけど、このね MA352 っていうのは、ね、非常にね音が生き生きしてるんですよ。なので本当にリーザ・フェリッシュとマンさんがこう楽しそうにというかこう躍動感、運動しながらこう楽しく楽しくこうバイオリンを弾いているっていう感じが、MA352 の方が実にこう鮮やかに出たんじゃないかなと思います。ではですね、同じ曲をですねもう一度まずアンプマーク・クレビンストの5805に戻して、スピーカーは B&W の 802D3 につなぎ替えて聴き比べをやってみようと思います。つなぎ替えが終了しました。マッキントッシュの MA352B&W802D3 の組み合わせで同じ曲を聴いていきましょう。
まず1曲目ね、4つのパターン聞いてみました。最初にまずアンプのイメージですよね。こちらはですね、最新のですねトランジスタ技術を使った、プリメアンプ、こちらは、真空管とトランジスタを組み合わせたハイブリッドということでですね、見かけも含めどちらかというとマーク・レヴィンソンの方が細かい音で現代的な音が出そうなんですけれども、意外にですね、音の細かさ、低音から高音の出方のスムーズさ、抜けの良さ、分離感、そういう質的な部分でもマッキントッシュの方が、5805より良かったっていうのは、これは、ある種ちょっと今までのマーク・レヴィンソンとマッキントッシュのイメージからしてもちょっと意外な、いい意味での意外な部分でしたね。あと、色彩感が豊かであるとか、人間がよりこう弾いているっていうイメージがダイレクトに伝わってくる、音を聞いているんではなくて演奏を聞いているっていうイメージ、音楽ファンに愛される音ということは、これはマーク・レヴィンソンよりもマッキントッシュの方が従来通りこう生々しい音だなっていう。で、どちらかというとですね、マーク・レヴィンソンはちょっと限りのある音で、マッキントッシュはちょっとゴージャスになるイメージだったんですけど、そういった部分はですね、さすがに最新モデルになってちょっと薄れてきて、マッキントッシュはですね、マッキントッシュのその生き生きとした音楽を楽しく聴かせるっていう味わいを持ちながら、すごく現代的にリファインされて良くなってるなと。これ本当に真空管とトランジスタのハイブリッドなのかなっていうぐらい、細かい音もきちっと出たっていうのが驚きでしたね。で、このスピーカーですね、ソプラとこの B&W に関して、まず価格が2倍以上違うんですけど、音質的には僕は2倍以上離れているというイメージはなかったです。で、B&W の方が直接音が強いので、より音源に近づいた、楽器に近づいた感じがしますね。どうしてもアンプを切り替えても、B&W だとスタジオで演奏を聴いてると、演奏者にかなり近いところで、指揮者がですね、こう厳しくバイオリニストをこう観察しながら聴いてるというようなイメージになりますね。そしてフォーカルはですね、それとは違って今度はこう客席でですね、演奏をリラックスしながら聴いているというイメージになりますね。なので非常にこうモニターライクにビシビシ音を出してくる B&W、よりこう柔らかくですね、ふわっとした雰囲気で、味わい深い音を出してくるフォーカル、ソプラナンバー2というイメージに聞こえました。では、2曲目ですね、フルート、それに少しシンフォニーが入った、パトリック・ガロワさんフルートの、ドビュッシュの月の光で、それぞれのアンプがどのようになるかっていうのを聞いてみようと思います。
それではね、今回はですね、まず先にちょっとスピーカーを変えてみましょうかね。今マークレビンズの5805で、フォーカルのソプラナンバー2を聞いてました。アンプそのままでスピーカーを B&W の 802D3 に切り替えてみようと思います。今回はね、アンプを5805に固定して、フォーカルとですね、B&W 聞き比べていましたけれども、やはりね、この録音が良くて音の数が多い曲になると、情報量という意味ね、音の細かさ、音の数という意味で、やはり値段が2倍以上高い、802D3 はさすがに音が細かいなと、低音も高音もすごくよく出るなという印象を持ちましたね。音楽をどう聴くかっていう人その人の好みにもよりますけど、純粋にオーディオ的に聴き比べるんであれば、今の曲であれば 802D3 はですね、かかるくなりの良さをちゃんと引き出してくれたというふうに思いますね。ではアンプを変えてですね、聴いていきましょう。じゃあアンプをですね、この MA352 にしてフォーカル、そして B&W という順番でパトリック・ガロワさんの月の光を聞いていこうと思います。
それではね、スピーカーをフォーカルから B&W に変えてみましょう。マッキントッシュの、ね、MA352 で2つのスピーカーを聴き比べてみました。端的にやっぱり感じるのはフォーカルだとこう演奏の主題みたいなものが見えてくるんですね。ドビッシーっていうのは後期のクラシックでこう映像をこう音に置き換えるというようなイメージの曲なんですけど、やはりこの MA352 とフォーカルの組み合わせで聴いてると月の光がこう見えてくるようなね、月の光に照らされている、まあ、こうなんかこう自然の風景みたいなものがですね、こうふわっと浮かんでくるようなイメージですね。で、アンプをですね、このアンプじゃない、ごめんなさい、スピーカーをですね、B&W に変えると、そうではなくてやっぱり演奏の現場が見えますよね。あの人はこのようにして弾いてる、あの人はこのようにして演奏してるっていう。例えば特徴的なのはパトリック・ガロアのブレスですよね。でどうしてもフルートっていうのは吹いていて息をスッて吸うんですけど、この息の吸う時の音をですね、いかにこう音楽と調和させるかみたいなトレーニングもやるんですよね。でそういう意味ではフォーカルで聞くガロアのブレスっていうのは非常にこう音楽に調和して、全くこう不自然さがなく、ブレス自体も一つの演奏であるように聞こえました。で802で聞くとですね、そのブレスがですね、あ、今息を吸ったんだというふうに聞こえて、音楽とはちょっと乖離した状態でブレスっていうものが聞こえて、まあ、それがいいのか悪いのかということなんですけど、そういう聞こえ方の違いがあったかなというふうに思いますね。はい、それでもう一つ言おうと思ってたのはフォーカルはですね、少し前までスピリット・オブ・サウンド、精神ですね、音の精神っていうのを会社のこうイメージとしてたんですけど、最近ですね、それをですね、ビヨンド・オブ・サウンドというふうに名称を変えてきました。つまりビヨンド、向こう側、音の彼方にあるものを表現するスピーカーというような、イメージに会社の方針を変えてきたんですけど、まさしくこのソプラナンバー2で聞いた月の光っていうのはビヨンド・オブ・サウンドですね、音の向こう側にある、月の光という、音楽として表現したかったものが伝わってくるという感じですね。で、B&W は、標語どのようなものかちょっと知らないですけど、やはりこれは本当に正確なモニタースピーカーとしてそこにあった音をあるがままに出してきているというイメージに聞こえました。では再びアンプを5805に戻してですね、3曲目はですね、
ください。3曲目はですね、タイタニックですね、ネバーアブソリューションション、これはですねちょっと1曲全部聴いてみましょうかね。非常に低い音が入って、あとパイプオルガンの高い音も入って、でパイプオルガンの音がですねこう上空にこう魂が手に召されるように抜けていって、そして、地を這うように低い音がドーンとこう下から入ってくるんですね。その低い音、地獄ではないんですけど、あの海の底深いところっていうイメージをしている低い音と、魂がこう手に召されていくようなパイプオルガンの上に抜けていく音の対比、こういったものがですねそれぞれのスピーカー、それぞれのアンプでどのように出るかというところに注目して聞いていただければと思います。では5805をソプラナンバーツの組み合わせで聞いていきましょう。それではアンプを切り替えてみましょう。
アンプをね変えてフォーカル聞き比べてみましたけど、まあ、中高音のですねやっぱり広がり感とか抜けの良さ、あとあの色彩感表現力に関して、まあハイブリッドだからそうなのかどうか分かりませんけど、やはりあのマークレミスの5805よりマッキントッシュの MA352 の方が、まあ DA コンバーター入りの85万、 DA コンバーターなしの90万ということで、まあ価格なりの差はあるのかなと思いますね。であと、今から聞いていくのはですね B&W の再生周波数帯域は 17Hz で、これは 34Hz なんですね。で音階でいうと1オクターブで倍になるので、ちょうどあのこちらの方があの1オクターブ低いところまで出るわけですね。で今聞くとですね、フォーカルで聞くとさすがにねちょっと海が浅いです。イメージでいうとあの100メーターぐらいかな。この曲のイメージだとやっぱり数百メーター1000メーターぐらいの深い海の底に沈んでるっていうイメージが出てほしいんですけど、アンプを変えてもやはり低音に関してはちょっとソプラナンバー2ではそこまでの深さは出なかったなという感じでした。では、アンプをですね再び5805に戻してスピーカー 802D3 で同じ曲を聴いていこうと思います。アンプをねあのマークレミスの5805に戻してスピーカーを、スプラから 802D3 に変えてみましたけど、やはりあの低音の差っていうのはこれはもうあの価格もありますけど重量もありますけど、明らかですね。やっぱりもう 802D3 にするとすごい低いところまでドーンって出てくるっていう、高い音の抜けもいいですよね。でも一応スペックではですね、このソプラナンバー2は上限 40kHz、
B&W は 28kHz ということで、高域に関しては、まあ、ソプラの方が出るということなんですけど、抜け感という意味に関してはソプラ非常に良かったんですけど、この高い音のあの何ていうのかな、芯の強さっていうのはやっぱりダイヤモンドを使ってるだけあって、やっぱり 802D3 すごい良かったなと思います。今一応5805と802の組み合わせで、やっぱりちょっとセパレートアンプと違うなって感じたのは低音ですね。よく出てるんですけど、802をですね、やっぱり、まあ、ここにはすごい高い1000万近いセパレート のモノラルアンプがありますから、 TAD の M700 この辺のアンプで鳴らすともっと低いとこ出ます、グワーって。でもさすがにこの85万のプリメインアンプではそこまでではなかったです。それをこの90万のですね、プリメイン MA352 に変えるとどこまで出るかということも含め、音を聞き比べていこうと思います。MA352B&W802D3 の、ね、組み合わせでタイタニックを聞いてみましたけど、低音の出方はですね、まあ580の 5の方がバンと出てバンと出まる止まる感じで、352の方がよりこう低音がこうずっとゆっくり響いているっていう感じでしたね。量的な部分とか、あとはどこまで低いところが出るかという部分に関してはそんなに差はなかったように思います。で、中高域に関してはやはり天井の高さ、奥行きの深さ、左右への広がりの大きさということで、空間の広がり感ということではもう圧倒的に MA352 の方が良かったと思います。あとこうパイプオルガンが上に抜けていく感じとか、ボーカル、
低音楽器、そういったもののコンビネーションのそれぞれの音色の鮮やかさ、音楽としての完成度の高さという意味で MA35 にはですねすごく良かったんじゃないかなと思います。で、このフォーカルと802に関してこの曲にで聴き比べた限りでは、あらゆる部分で 802D3 の方が良くて、あらゆる部分でソプラナンバー2はやはり価格が1/2なので、太刀打ちできなかったなというイメージになりました。では次の曲ですね、192kHz24bit を DST の 6.1MHz にアップコンバートして聴いていきます。レベッカ・ピジョンさんが歌うスパニッシュハーレムですね。これは全般的にこうズームアップして音を聞いているというようなオーディオファイル向けの音源なので、それぞれのスピーカーとかアンプのですね違いは今までのソフトとはまた違う聞こえ方で分かってくるんじゃないかなと思います。では5805をソプラナンバー2の組み合わせでレベッカ・ピジョさんが歌うスパニッシュハーレムも聞いていこうと思います。There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun, she only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.Growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem.それではね、アンプを MA352 に変えて同じ曲を聴いていきましょう。
ハイレゾのね19224アップサンプリング DSD6.1 メガで、2つのアンプ使って、フォーカルで聞いてみましたけれども、やはりこの録音が良くなると、スピーカーの音がねこんなに良くなるのかっていうぐらいやっぱり違いますよね、録音でね。そして、録音が良くなったことによって、よりこの5805と MA352 のですね音の違いも明らかですね。やっぱり中高域のこう抜けの良さってやっぱりこの MA352 って素晴らしいですね。ハイブリッドっていう、なんかハイブリッドだとなんかもっとこう中心によってかまぼこ型の、おっとりした音かなというふうに感じがちなんですけど、低音はすごくよく出ますし、特に中高音のねスピード感とかこう抜けの良さが印象的ですね。声の変化もよく出ますし、それから比べると5805はですね、やっぱもっと少し小さい部屋とかブックシェルフ型の帯域の狭いスピーカーであれば非常によくなるのかなと。で、隣の部屋で最初に5805を聞いた時、やはりすごい音で、今も隣の部屋で聞くとすごい音なんですよ。でもこの部屋だとちょっとこのアンプには部屋が大きすぎるのかなっていう、あとは部屋のこの吸音が結構効いてるので、一般的な反射がもうちょっと多い部屋では
5805もいい音になるんじゃないかなと思います。このヘアとの、ね、相性という意味でちょっといつもこの5805ちょっと損してますね。あのこの部屋ではね、あの隣の部屋ではすごくいい音で鳴りましたし、まあ、そのいい音で鳴ったっていうあの動画も上げてますので、まあ、それも参考にしていただければと思います。では B&W の802にスピーカーを変えて5805こちらから聞いていこうと思います。There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem.Start a fire there and then I lose control and have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden.それではね、アンプを MA35 にマッキントッシュに変えていきましょう。There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. She is a special one, she's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming.She's growing in the street, right up through the concrete, but
but soft and sweet and dreamy. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal that look down in my soul and start a fire there, and then I lose control. マッキントッシュの、ね、MS352 にアンプを変えて、B&W の 802D3 を聴いてみました。まあ、このスピーカーで聴くとですね、この曲に関しては、もちろん帯域も広くて音も鮮やかなんですけども、MS352 だとちょっとね、音像がこう散らばりすぎてるかなと、定位がちょっとフォーカスがちょっと甘いかな、音像がちょっと散漫になったかな。サイズレンジとかは狭いんですけど、その分こう中央にこうギュッと圧縮されたね、良さが5805にもあったかなと思いますね。この曲に関しては本当になかなかこうそれぞれ双璧な鳴り方というか、ある意味このフォーカスがピシッとあってですね、いかにもこうスタジオできちっと録音されたというイメージに、この曲が多分持っているイメージに近い、そのままを出してきたマーク・レビンソン5805に対して、それをですね、ちょっとこうライブっぽくしようとして、音像が散漫になったかなというイメージの MA352 ということで、なかなかやはりこのかける曲とかですね、組み合わせるスピーカーによって印象はちょっと変わってくるなという感じでしたね。ここまで前半をまとめるとですね、フォーカルはですね、楽器の数もあんまり多くなくて、もちろん多くてもいいんですけど、アコースティックなもので、特に映像を伴うドビッシーとか、多分ラベルとかそういう音楽には向いてると思いますね。やはりフランス製だなという感じで、情緒をうまく出してくる、特に弾き語りのボーカルなんかいいんじゃないかなと思いますね。それに対してやはりB&W の 802D3 はですね、価格が2倍以上するということもあって、音も細かいですし、レンジも広いです。でもやっぱりあるがままを出してくるというか、音までは見えるけど、音の向こう側にあるものを、イメージさせる力という意味では、
フォーカルもなかなか侮れないものを持っているなと思いました。5805とマッキントッシュ、この352に関してはやはり352の方がレンジも広くて音も細かいですけども、音がちょっと広がりすぎるような場合もあると。5805に関してはややこうかまぼこ型で凝縮されたイメージなんですけど、その凝縮された中にも、良さがあると、多分コンパクトなスピーカー、狭い部屋で聞くんであればこの5805の方がいいというような、こともあるんじゃないかなと思います。では後半はね、J-POP、それからヘビーメタロック、マイケル・ジャクソンと、普通こういうコンポーネントでは聴かないような音楽をですね、聴き比べたらどうなるかということで聴いていこうと思います。